フィールディングでは内野と外野に分かれての練習方法を紹介します。特に、ブロック練習と呼ばれる同じ動作を繰り返すだけではなくて、いろいろなステップ、送球を入れながらシリアル練習、そして、ランダム練習へつなげていく、運動学習の獲得の率の高い練習方法を紹介していきます。外野手ではこの狭いスペースの中で行える、ステップ、ゴロ捕球、フライ捕球を紹介します。ステップとスローイングを合わせて実際の守備の中で、応用していきたいと思います。まずはブロック練習から入っていきたいと思います。基本的な動作です。まずは正面のゴロをしっかりとフロントステップで一塁へ送球していきます。うちではショートで、この練習を行うことが多いです。手投げを使って、しっかりと捕球体勢に入って目線を変えずにかかとから入って捕球をして相手に一塁方向に送球をしていきます。目線は下げすぎずに周辺視野を利用しながら頭を下げないようにしてよく周辺視でボールを捕球して送球していきます。捕球の時にやはり体が止まらないようにすることが重要だと思います。ですので左足のかかとからつま先に体重移動を行っていく、そしてしっかり縦回転のボールを投げるということも重要かと思います。次にもう少し弱い打球を想定して今度はストレートステップで投げていきます。今度は弱い打球ですのでしっかりと詰めながら足をしっかりと送って投げていきます。左足の後ろに右足のステップが来ているところを見てください。先ほどフロントステップよりも早い時間で投げれますけれども、ボールのコントロールが少し難しくなりますのでしっかりと送球をに意識も払いながらステップをして投げていきます。捕球をして右足を左足のかかとにぶつけていくようなイメージで送球をすると良いかと思います。OK。